猫背の方たちに共通するお尻の形状っていうのがね、あるんですね。皆さん、こんにちは。猫背専門チャンネル、猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。医学療法士の小峰武明です。今日はですね、1ヶ月半ぶりぐらいですかね。はい。美容室に行ってきて髪の毛を短くしてきたんですけれども、その行く道中にですね、いろんな方の姿勢を見る機会があったというか、職業柄なんですかね。結構歩いてる方の姿勢っていうのを見てしまうんですね。あの人はもう少しこういう風にしたらもっと姿勢良くなるのになとか、歩き方もっとこうなのになとかっていう風に思うことがね、すごくあったなという風に感じました。猫背専門チャンネルを開設したということもあって、カラーバス効果ですごくね、猫背の人がね、目につくなっていう風な印象があります。きっとね、今までもたくさん猫背の人っていたと思うんですけれども、やっぱりちょっとね、自分の意識がそっちに向くと、猫背の人がすごく目につく。はい。そんなことっていうのも皆さんね、経験したことあると思うんですけれども、今日はね、カラーバス効果の説明ではなくてですね、猫背の方っていうのは比較的ですね、お尻がぺちゃんこな方が多いなっていう、扁平的なお尻になってたり、少しお尻が垂れていたりっていう方がすごく多いなというふうに思うんですね。はい、今日はこれをですね、しっかりと解剖学だったり運動学の視点でちゃんとね、お伝えしていきたいなというふうに思っております。猫背になり、骨盤がぐっと後傾することによって、まずお尻のヒップラインですねが少し下がるっていうところが一つあります。そして股関節がですね、相対的に伸展位になりやすいんですね。かつ以前にも紹介しましたが、骨盤が後傾することによって股関節が外ねじりですね、これは外旋という方向になります。これは O 脚にもつながっていくようなんていうね、お話をさせていただきましたけれども、骨盤が後傾していくことで股関節が相対的に伸展外旋方向を呈しやすいというところがすごく大事なポイントになります。この姿勢になることでですね、皆さんもよくご存知のお尻の大事な筋肉ですね、大臀筋という筋肉があるんですけれども、この大臀筋が短縮した姿勢、緩んだ姿勢に持っていかれてしまうんですね。もともと大臀筋っていうのはこの股関節を後ろに下げて、かつ外にこう外にねじるのに使われる筋肉なんですね。で、猫背になって骨盤が後傾姿勢になることで、もうすでに股関節が伸展外旋方向に持ってかれてしまうんで、筋肉の長さが短くなっている状態になっちゃうんですね。イメージつきますかね。ついているところとついているところが近づくので、筋肉が緩んでしまっている状態ですね。ここから収縮するってすごく難しいじゃないですか。なので立っている状態だったり歩いている時にですね、大臀筋をうまく使われない環境下にご自身で置いてしまっているっていうところで、どん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 筋肉は萎縮して扁平的なお尻だったり垂れ下がったお尻になってしまうんですね。そしてもう一つ、大臀筋がうまく使われない環境にあることでの弊害があります。それはですね、本来大臀筋が担っていた仕事ですね、役割というのを他の筋肉に委ねなきゃいけないというところがすごく大事なポイントなんですね。じゃあどこが担うかというとですね、これは主に太ももの前にある大腿四頭筋という筋肉が担うことになるんです。なのでぺちゃんこなお尻かつ垂れ下がったお尻なのにもかかわらず、太ももだけはパンパンに膨れ上がった筋肥大した状態というふうなアンバランスな姿勢になってしまうというところが、猫背由来で骨盤が後傾している人の特徴になりますので、猫背を改善していくことでヒップアップを図れたり、足の太さが適正化した締まった体の状態になっていくという、このナイススタイルを手に入れるですね、特典というのもあるんですね。はい。そしてこの骨盤が後傾してしまっている姿勢の状態になるとですね、ももの後ろ側にあるハムストリングスという筋肉が短縮しやすいんですね。短くなって硬くなりやすいので、この筋肉が短縮してしまっていると、一生懸命起こそうとしてもですね、骨盤がしっかりと立っていかない、前傾していかない状態というふうのができてしまうので、次回の動画ではですね、このハムストリングスをいかに緩めて使える状態にしていくか、そんなお話をさせていただきたいと思っております。この動画が参考になったよという方はですね、ぜひ高評価ボタン、そして引き続き猫背に特化した健康情報を配信していきますので、ぜひ皆さん下の猫ちゃんマークからチャンネル登録をしていただければと思います。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。今日もご視聴いただきありがとうございました。